今井博士は、日本の政治家。衆議院議員、埼玉県草加市長、草加市議会議員を歴任。早稲田大学政治経済学部を中退。1970年、草加市議会議員に初当選。1977年、36歳で草加市長に初当選。1993年、衆議院議員に当選、以後4期務めた。その間、 経済企画政務次官や総務副大臣、衆議院議員運営委員会理事、自民党の同州制推進本部副本部長などの要職を務めた。2009年に政界を引退した。埼玉県草加市生まれ。埼玉県立春すか高等学校卒業。早稲田大学政治経済学部中退。1970年29歳で。 創価市議会議員選挙に出馬し、初当選。1976年には35歳で、創価市議会議長に就任した。翌1977年に市議を辞職。創価市長選挙に出馬し、当選。以後、4期16年にわたり、創価市長を務めた。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、旧埼玉一区から、 日本新党公認で出馬。元熊本県知事の細川森弘が率いる日本、新党はこの選挙で一気に35議席を獲得し、今井も新党ブームに乗って旧埼玉一区でトップ当選した。1994年新新党結成に参加。小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された1996年の 第41回衆議院議員総選挙では、同党公認で埼玉3区から出馬し、当選した。その後、新進党を離党し、自由民主党に入党。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、自民党公認で埼玉3区から出馬するも、細川立夫に敗れ、比例復活もならず落選。2003年の 第43回衆議院議員総選挙でも再び、細川に敗れたが、比例北関東ブロックで復活し、3年ぶりに国政に復帰した。2004年第2次小泉改造内閣で総務副大臣に任命され、第3次小泉内閣まで務める。2005年の第44回衆議院議員総選挙では3万病床の大差で細川を破った。 2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では自民党公認で埼玉3区から出馬するも細川に大敗を喫し、比例復活もならず再び落選。同年9月、地元講演会に対し政界引退を表明した。それに伴い自民党埼玉県第3区支部長を辞任。治水の進め、地方自治体21世紀に向けてなど多数。ありがとうございます。